どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はデュエルリンクスニュースのお時間でございます。中国版デュエルリンクスがリリースされました。おめでとうございます。中国版デュエルリンクスが2021年の1月のなんか14日ぐらいになんかリリースされたらしくてですね、中国版のデュエルリンクスを私ダウンロードして遊んでみました。日本版と全然違います。全然違うんですよ。ちょっとそれをねご説明していきたいというふうに思ってまして、これ何が違うかっていうと、ちなみに今まではね、あのデュエルリンクスって中国ではリリースされていなかったんで、中国でプレイすることは基本的にはまあできなかったんですよ。まあもちろんね、その国籍を変えたりとかして、やればできたんですけれども、そうするとまあ日本代表じゃないや中国代表になれなかったりとか、まあいろいろね、弊害はあったんですが、中国版のデュエルリンクスがリリースされまして、でなんとですね、中国版は中国の中でしかマッチングしないようになっております。要するにこうランク戦とかこれやるじゃないですか、これやると中国人としかマッチングしないんですよ。これね、日本人の僕らのサーバーとは違うサーバーで運営してるっていうことなんですね。これ個人的な見解なんですけども、多分中国人っていうか中国って多分大きい国なんで、中国単体でも多分サーバーとして成り立ってるっていうのもあると思うし、あと中国ってなんかいろんなゲームでなんかチート行為みたいな蔓延しがちっていうのあるじゃないですか。だからちょっとですね、そういうのを恐れてるんじゃないかなっていうのはちょっと思いました。わかんないですけどね、これはね。そんなことをしなくても、僕らがプレイしてる日本版のデュエルリンクスでもね、 KC カップではほんとチートツールが蔓延してますんで、まあ、あまり本質的な解決にはなっていないんじゃないかなと思いますけども、まあ一応中国人とは別のサーバーとなって運営しているよっていうことですね。で現状のなんとデュエルリンクス、ちなみにね、私ブロンズランク4までちょっとランク戦進めてみました。今ちなみに使ってるデッキなんですけども、今使ってるデッキお見せしますね、これです。楽しい、超ド初期のデュエルリンクスが楽しめるんですよ。覚えてます？賢者ケイローンとかね、あとデュナミスバルキリアとか、これ見てください、これアックスレイダー、なんとねレアリティ R なんですよ。分相応すぎて笑う。このぐらいのね性能ですよ、彼は。基本的になんで UR なんていう感じなんですけども、これね R になって収録されてたりとか、あとジェリービーンズマンとかね、こういうのが実装されているっていったところで、魔法トラップとか、まあ、エネコンとかグラールとかね、セキュリティボールとか、まあ、こういう援軍とかね、こういうカードが、使えるのでかなり楽しい。初期環境、リンクス初期環境を体験できるといったところですね。でカードプールが全然違くて、カードプールっていうか収録されているカードというか、まずね我々が使えないカードがあるんですよ。例えば海馬社長のレベル、40の報酬、これ竜の霊廟です。竜の霊廟、これ竜の霊廟ってどういうカードかっていうと、ドラゴン族をデッキから墓地に送って、で、それが通常モンスターであればもう1枚ドラゴン族を墓地に送れるよっていうカードなんですけど、これまあ青岩デッキとかのね蘇生コンボに使ったりとか、あとは、ドラグニティのクーゼとか食ったりとかすると多分なんかドラグニティの初動になったりとか、まあいろいろね使い道はめちゃくちゃいっぱいあるんですけども、このカード実装になっているっていうので、これちょっとだいぶぶっ壊れてるなっていう、これぶっ壊れカードなんだよね。で闇遊戯さんのレベル40報酬とかだと、これディメンションマジックがねあるんですよ。これも日本版にはない。ディメンションマジックっていうのは相手のモンスターをリリースだっけ、破壊だっけして、で自分のモンスターをリリースして、なんか手札から、魔法使い出すみたいな、まあ、要はブラックマンシャンをね原作でも出していたカードなんですけども、これが使えるんですよ。これ素晴らしいですね。このね2枚が多分ね僕らでは使えないカードになってるかなと。でレベル報酬結構違ってて、例えばジョーンチ君のレベル40報酬とかと、マジックアームシールドだったりするんですよね。これパックで確か実装になっているカードなんで、これも違いますし、あとボックスの内容も全然違くて、ボックスこんだけあるんですよ。実はすごくないですか。初動で1234566ボックスあるんですよ。めっちゃ多い。
これこんだけカードプールあったらいろんなデッキ組めるんでね、要は同じデッキのミラーにみたいにならないですよね。だから環境的には多分面白い感じになるんじゃないかなと。でボックスの収録内容も結構変わってて、例えばあのアルティメットライジングってね、これ僕らがあの一番最初にあのゲットできるボックスなんですけど、ね、中国版にはね、あのね、ちょっとね日本版とは違う収録カードが入ってて、例えばパラディとかこれとか、あとバスブレとかが入ってるんですよ。だから、まあ、初期段階から、まあ、DNA ないんでバスターブレードそんな強くはないと思いますけどカードプール見たけど DNA ないからなんですけど、あのこの辺のカードは使えますよと。破壊剣士の融合とかもないしね。うんとね、収録バッグはこんな感じですね。まあちょっと若干その細かくは見てないんですけども、結構変わってると思います。まあ安定のクリボールとかはね、あの初期パックから抜けると、あのね、ダイダロスのパックとか同じだったかな、確かなんか道連れとかだったと思うんで、道連れとなんかダイダロスみたいな感じだったんで、この辺は多分あんま変わってないかなみたいなところですね。でケイローンのボックスとか、これとかあったっけ、なんかこんなボックスなんかなかった気がするんで、なんかこういうボックスとか、あとデュナミスバルキリアのボックスとかがありますね。これね、デュナミスバルキリアは SR になっております。確か日本だと UR かなんかあった気がする。でストラクチャーが全部で今、5個あるんですよ。エンデミオンのストラクチャーと、ドラゴン族のストラクチャーとブラックマジシャン、ブルーアイズ、レッドアイズっていうストラクチャーがあるんですけど、あのレッドアイズのストラクチャー見てください。なんとですね、アックスレイダーさんが3枚入ってるんですよアックスレイダーさん3枚入ってるんですよ、このストラクチャー。だからストラクチャー1個買うとアックスレイダー3枚集まるんですよ。人権が、あの初期段階のデュエルレンクスではアックスレイダーを持っているやつが人権と言われていた時代がありましたけども、これストラクチャー買ったら3枚手に入るっていうね。環境的にしかもね弱いんですよ。なんかね、もうジェリービーンズマンとかいるんで、もう越されてるっていうね、打点を。まあ、これは R で実装っていうことで、まあ、分相応すぎるっていうところがあるんですけども、あとはストラクチャーにね、鎖付きブーメランが入っていったりとか、結構ね、あの遊びやすい環境になっている、まあ、要は日本とか海外版の、デュエルリンクスの、あの、まあ、で得たなんかノウハウというか、まあ、カードプールの、まあ、調整方法というかを落とし込んで作ってるのかもしれない、はい。で、ね、弊害としては、中国語しか選べないんですよ、設定。これ一応ね、あの言語が、一応日本語、言語は日本語かなしかしか選べなくて、要は中国語であの遊戯が喋るってことはないんですよ。だ日本語か、まあなしかで選ぶ感じになると思うんで、だからあの中国語で書いてあるのに日本語喋るみたいな感じで、文章も中国語でしか選べないんで、マジでむずい。例えばランク戦やるじゃん、ランク戦やると全部中国語なんですよ。要するにカード の効果とかテキストとかもう全部中国語になってるんで、マジで分かんないから、ダメージステップどこみたいな、ダメージステップどこってなるんですよちなみに私、あのルーキーランク、からルーキーランクからブロンズランクまで駆け上がるときに、あのダメージステップがどこ分かんなくて3回負けました。はい、沼りました。ルーキーランクであの文字が読めなくて沼りました。はい、これがね弊害です、あの遊ぶ合いの。ただね、あのカードプールは結構違くて面白いので、ぜひね興味がある方はやってみてください。でどうやったら遊べるのっていう話なんですけども、日本のアップストアにはないんですよ。あのだからアップル ID を新しく作って、で国を中国に変更したりするとあの遊べるようになります。はい、私もそうやりました。で実際ねちょっと遊んでみた感想なんですけど、やっぱねキャラゲットめんどくせえわ。遊戯さんと海馬さんがゲットできるまでやろうと思ってステージ上げたんですけど、ステージレベル16までいかないと上がんない、上がんないっていうかゲットできないんですよ、遊戯さんと海馬さん。めちゃくちゃめんどくさいね、やっぱキャラゲットミッション。あれもっとね簡単になんかゲットできるようにしたらいいんじゃないかなと思うんだけども、まあただね、めんどくさい作業をしてキャラゲットできた時の気持ちはちょっと嬉しいので、まあ、初心に帰ることはできたかなと思います。でランク戦は結構楽しいですね。あの遊戯王の初期環境って本当なんだろうな、難しいことなかったんで、まあ、援軍どっちがあの持ってるかみたいなねあのゲームだったんで、そこまで難しくないんで、まあ、プール的な問題ですけど、これは結構面白い環境にはなってるから、遊戯王っていう感じしますね。はい、最後に
中国版デュエルリンクスへの要望なんですけど、あの僕らがやっているデュエルリンクスではいろいろやらかしてきたじゃないですか。いろいろやらかしてきた。なので、まあ、それをしっかりと糧にしてもらって、中国では、まあ、あのクソゲーと言われないようなあの環境調整とかあのイベントなんかを考えて、やっていただけるととても嬉しいです。で、中国でなんかあの得たなんだろうなノウハウみたいなものも逆輸入みたいな感じで日本版のデュエルリンクスにあのぶち込んでいっていただけると我々としてはね、あの嬉しいなと、日本人としては嬉しいなというふうに思っております。よかったら皆さんもね、ぜひね遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。